イクラのデジョンです。今回はね、日本最強の15人集めたら世界一取れる説、3月シーズンね、クランリーグやっていきたいと思います。初日になりますね。43点スタートということでね。まあ、2本ミスかな。13前回となかなかいいスタート切れたんじゃないかなと思います。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。カズマくんライドラッシュ。これはね、どっかの対戦でもなんか同じような配置、同じようなライドラッシュをやってたんですけども、カズマくんもしかしたらレジェンドとかでもライドラ回してんのかもしんないっすね。対戦とかね、クランリーグとかも結構月によって編成変えてる人なんで、もしかしたら練習がてらライドラッシュを回してる月なのかもしんないですね。まあ、やっぱ今の環境的にも前回だけじゃなくて速度っていうのがね、 5v5 の対戦だと大事になってくるような環境なので、まあ、そこも考えて、まあ足の速い展開が取れるユニットを使って練習をしているっていう可能性ありますかね。ライドラッシュ6時と3時の方をね、軽くサイドカット気味にも展開していきつつ、本命は真ん中ライドラということで、ここもヒーリングトームでやってるみたいですね。でクイーンの方は外周ちょっとずらして打ちつつ、まあ、この辺しっかりね、対地クロス当たらないようにね、ヒーローパート優しいエリアをね、選んでいくっていうのが大事ですね。でライドラの方にはエアスイかからないようなね、ライドラ目線結構やりやすい配置になっている。援軍の方もアーチャー出てきて、ここはしっかり貯めてからタウンホールポイズンを、じゃあタウンホールにフリーズをかけつつ、タウンホールの頃も素晴らしいチェインでぶっ飛んでいく。ここまだキング展開してないですからね。全容、いやー、まあさすがにね、わざわざ攻めてるのでライドラがぶっ刺さる配置っていうのをしっかりチョイスできてるんじゃないかなと思います。ライドラだけでも 75% ぐらいですね。シュータークイーンを添えただけでもほぼほぼライドラだけで真ん中貫通して、まああとはフリーズ2発残ってる状況プラスでキングロイちゃんが手元にあるっていう状況ですね。まあありえないぐらい余裕の展開ですね。まあ、クイーンのためにもウォールブレーカー投げしてあげつつ、まあフリーズあるんで一応キング走らせなくても一旦フリーズで任せるっていうのもありかなと思います、ここ。うん。まあ、キング走らせでは走らせ、まあロイちゃん使わない感じにするのかな、そしたら。中身はベビドラも入れてるんですね。まあ、多分コンセプト的にはタウンホールにも突撃艦を投げれる援軍っていうので、バルーンとベビドラを入れてるのかなっていうのと、まあ、ロイちゃんは使わずとも前回が取れた。さすがですね。オールブレーカー2枚採用なんだね。まあ、オールブレーカー結構ね、ドラゴン編成の時積まない人もいるんだけど、あったらね、いろんな配置に対応できるっていうところで、まあ、ヤクとか使わない限り穴開けの方はね、ある程度していきたいですからね。でやったくん、クイヒーのルートライダー編成なんですけど、キング出したところからテスラがすんごいニョキニョキしてきたんですけど、ここは怒りのジャイアントガントレットで、おお、キングを隠すことで、もう投石とか、このマルチアーチャーターとかもね、全部折り切りに行くというところ、素晴らしい判断かなと思います。ホーミングチェックのバルがなかなかまっすぐ進んでくれず、ここで、1枚アーチャーターの方へ向けて進めていきました。さあクロスバー2個も入るっていうところで、ここはレイジを加速させ、ウォールブレーカーいいですね。で金庫の方も補助のスニゴブを追加で出しております。で追加のウォール、ホーミングチェックバルーンしっかり2枚出したことで2枚とも解除することができました。結構このね、2枚出しとかも結構基本になってきましたね。でキングの方がイーグル取ってくれてるのありがてー。死にかけのキングがイーグル取ることほどいいことはないですからね。ルートライダーどこから発進するのか、まあ、4時から行くのか、9時から、うん、9時からここはクイーンと合流するような形も取りそうな流れですかね。あ、ポイズンかからず内が入ってくれたのはいいんですが、その分シングルかかっちゃったので、ここはフリーズで一旦、まあ、オールブレーカーとか追加してもいいんですけど、ここは出さず、ドリル採用で9時の方からドリルを追加してますね。フリーズ追加、ルートライダーが穴を開けてくれるので、そこを利用してクイーンも後ろについていきます。ちょっとヒーラーの方がここでバルーン全部、赤枠を食らってね、溶けてしまったところ、外周部とかベビドラとかでね、随時サポートも入れつつ、シングルインフェルノがね、ちょっとだるいですね。ここももう一度フリーズ打ってます。そうですね、スケルトン打たないとアイゴレに捕まるので耐えれないところ。まあ、ここのスケルトン打っていいかどうかの判断は、反対サイドのね、ルートライダーパートのここの区画を突破できるかどうかみたいなところがね、判断基準にはなってくるんですけど、うん、レイジが1枚あって、ロイヤルチャンピオン能力残ってるっていう状況ならば、打っても大丈夫でしょっていうことで、今回は割いたのかなと思います。まあ、ドリルも残ってるしね、ルートライダー、ロイヤルチャンピオン能力解放しつつ、ユニットの方も大量に残っていって、ロイちゃんは変わらずっていう、キルコンボですね。
うん、まあ相変わらずですね、ルートライダー。ナイス展開。ここひろやさん61天才、まあ、結構ね配置によってラバルのね編成を切り替えてるイメージがありますが、今回シューター型ですね。6時からシューター投げつつ、6はどこですかね。うん、まあシンプルにバリューの大きいところを打ってきました。クロスボウ2本とマルチ IT というね、めっちゃ美味しい。まあ次を多分迫撃の竹取るまではヒーロー出すことができない感じかな。まあヒロヤさんの性格上なんかタウンホールからキングクイーン出しそうだけどね。アーチャーうまいね。しっかり角度変えて3方向から投げつつ、次のターゲットはしっかりアーチャーで拾えてる。これそうだね、ちょっとアーチャーにターゲットるか怪しいのでゴブリンまで追加しましたね。これいい判断だと思います。多分ダメだった。うん、やっぱそうだね、やりそう。今までの傾向上こういう攻めやりそう。タウンホール側にこの火力後ろ折ったなら特にやりそうだね。ギリギリまでフィスト貯めてタウンホールにねキングのフィスト合わせていきたい。でリックスケルトンも勝手にね死ぬんでね、ありがたいね。もうたくさん置いといてほしいよね。ジャイアントガントレって勝手にリックスケ消えるから。さあここもキングが壁越しにテスラとかにもダメージを入れていきつつ、ラバルパートは10時からスタートしてきました。まあ、3時の方にねクイーンが流れたことでロイヤルチャンピオンとかもクイーンの方で拾えそうですね。シューター6時大きくカットしてくれてるので、ラバルのルートとしてもニョキッとね戻っていくようなルートが取りつつ、ここは一気のラバ、ストライカー投げずにラバレイジトームをかけていきます。ちょっと防衛援軍のアイゴレを処理するタイミングが悪くてバルーンが固まり続けてるね。クイーンの方はロイヤルチャンピオンと殴ってるんですけど、これがフローズンアローです皆さん。クロック多分なくても突破できちゃうぐらいのね余裕さがありましたね。まあ多分余裕が、まあそんなにねラバル中にクイーンの HP 管理なんて見れてないと思うので、ここはロイヤルチャンピオンは両方新しいやつですね。エイスとホグコンボ、これも強いっすね、終盤のワンプッシュ。ナイス展開。キャスリーさんライドラッシュ、まあもともとライドラしてた人なんですけど、環境的にもねまたライドラが若干ね情報修正みたいな感じではあるので、よりやりやすくなってるんじゃないかなと思います。もうすべてのユニットを出しつつレイジレイジと展開をしていって、後からベビドラを出していく。ちょっと3時の対空砲がだるいかな。これはいいタンクチェーンは入りましたが、3時の対空がだるいですね。もうあっちはもう無視して進めるしかないかな。キングとクイーンの方が下の方、ここはウォールブレーカーを使って、まあライドラ編成であってもしっかりウォールブレーカー積むっていうのが割と大事になってきそうですね。クイーンはクローク、ナイスクローク、めっちゃいいクローク。先にマルチアーチャータワーを降りつつヒーラー生み出して、今のはね見えてないと押せないクロークですね。素晴らしいかなと思います。でロイヤルチャンピオンここから登場、キングのサポートをさせつつ対地クロスを狙って、まあこの投石機とかがね若干残るところだったりとか、内側のシングルインフェルノとかってキングでは当然対応ができないんでね。キングの方はバーバリアン生み出してますね。外周歩かせるときはねやっぱ数でターゲットを取るみたいなコンセプトでこういう使い方も強いですね。流血壁だね。まあ歩かせつつシンプルに数を増やしていって、ロイヤルチャンピオンの方はヘイスト薬と HP 回復のものだったんですけど、ちょっと溶けちゃいましたね。ボックス消えるとちょっと伸びがねやっぱロイちゃん止まっちゃうよね。結局フォックスをどう活かせるかみたいなところが大事な感じなんですけど、これよく拾ったね前回まで。まあクロークゴリ押しになったのかな。ここは一旦フリーズでキングもクイーンも両方延命しつつ、まあクイーンの方はまあさておき、キングの方がね、あでもそうか、フェニックスがいないとはいえ吸血ヒゲでどんどん HP 回復してんのも強いところだな。これナイスクロスティ6歌だった、そういえば。うん、これでも最終的なんか HP 回復して終わったしね。このキングの組み合わせめっちゃ地味だよね。めちゃめちゃ地味だけどちょっと強いっていう、吸血ヒゲとバーバリアン人形かな。ドラゴン系の編成をやるときには結構相性のいい組み合わせかなとは思うんですけど、あとはドラゴン系はねやっぱさっきも見たけどヒーラーを生み出すね、ヒーラー人形っていうのはスーサイドラバル同様
外周歩かせるにはやっぱ強いのかなと思います。さあ、ホッサンもうこっから1分半で全開になったみたいですね。まあ、最近結構ラバルの方がタイム出るアタックもね増えてきてるからね。いいじゃん、イビズくじ。キングをここはウォールブレーカーも2層目開けつつ、長弾大砲降りたいね。で、アイゴレの方も、ま、キングの範囲ダメージ一緒に折らせていって、クジ対空砲はホグ追加していきました。ウイちゃんここで使わないってことだね。クジの対空砲まで折れたので、ラバルのルートも簡単に対し、振りつつ、6時の方からマルチ IT 狙うような形で始まりましたね。まあ、この配置、系統のものって結構見るんでね、参考になる取り方じゃないかなと思います。突撃簡単ホールの方へ、ポイズンタワーをね、突撃艦で拾えるのも強くて、家って言ってそんなにポイズンタワーにね、あれな、援軍じゃないんで。で、ロイちゃんの方はホグとヘイスト薬頑張れ。HP ギリギリ、おお、フォックス間に合っていく。チンセット強いよな。ツーサイドラバルだとホグ積む人結構少ないんですけど、HP 回復とヘイスト薬をね、使う人が多いんですけど、ホグはね、VP 系だと結構評価してて僕は。ツーサイドだと若干価値は下がるかなっていう感じ。ヘイスト薬の方が価値は若干相性がいいかなって感じではあるんだけど、組み合わせるのは全然ありかなと思います。ターゲット変えれるのがやっぱ強いね、フォックス以外で。やっぱりクラクラってね、ターゲットゲーなんで、誰が何取ってるかとかってほんと大事なんだけど、ロイちゃんとかね、ヒーローのターゲットをね、呪文使わず変えれるっていうのは相当強い要素なんですよね。デッサン、トツイズラバルなんですけど、これ、先月もね、全く同じ配置を、全く同じ取り方してたかなと思います。まあ、流行ってる配置なんでね、自分のなりのね、取り方を知っておくっていうのは、やっぱこういう企画であっても、まあ、クランリーグであってもね、めちゃめちゃ大事だし、対戦とかでもね、同じような配置何度も、出くわすことって結構今でも多いですよね。レジェンドリーグでも同じ配置を何回も引くとかね、たくさんあると思うんで。対戦ならではのね、トツイズラバルっていう取り方っていうのも一つ覚えておくのはいいのかなと思います。ちょっとアイゴレの処理飛ばします。アタックの数もね、多いんでね、ちょっとね、アイゴレの処理なんか見てらんないよということで。で、ここはストライカーでキング処理しつつ、クイーンに若干触ることでキングもね、ここ負担が若干減りつつ、ウォールブレーカー開けていって合流していく。これも前回と同じようなやり方ですね。で、ロイヤルチャンピオンも一緒に添えていきつつ、フリーズ打ってからのキングフィスト。強い。で、オールブレーカーの方はちょっとサンジの方引っ張られちゃいました。前はなんかこのテスラとかよくこの辺についてたような気もする。さあ、バルーンパートも始まりました。12時の方向からです。クイーンは内側入らず外周部へ。まあ、ロイヤルチャンピオンも一緒に動きつつ、インビジブルタワーもあるんでね、ここね、タウンホールのラバルの管理結構大事ですね。まあ、レイジフリーズで突破するような形になるんですけど、モノリスの方から先に折れるのはめっちゃいい。タウンホールが先に折れてギリギリ間に合いました。インビジブルタワーとね、ちょっと怖いタイミングではあったんですけど、ヒーリングトームもいいですね。タウンホールを取るだけのラバルに対してはやっぱヒーリングトームを使う。まあ、タウンホールかかるのはラバルに限らずだね。何でもヒーリングトームが結構僕は強いかなと思ってます。結構僕はもうレイジよりもヒーリングトームの方がもう何でもいいかな。もうクヒルートライダーとかでもヒーリングトーム全部回そうかなって感じにはなってますね。ヒーリングトームが結構汎用性高いなって感じてるっていうのと、僕個人が結構回復が好きっていうのはあるんですけど。ナイス展開。ね、僕ね、クラクラとかじゃなくてもなんかいろんなゲームでもね、なんか他のゲーム系とかでもね、回復できるやつとか結構選びがちなんで、回復は結構好きです。HP 管理とかね、すごい大事だからね。さあ、ここはバルーンの方でタウンホールを起動しに行く。おしゃれ。ナイス。これでシューターがね、タウンホール狙えるんですけど、しっかり出てきたアーチャーに対しては3体のアーチャーを出して反応しろよということで、アーチャーに反応してもらいました。で、反対サイドクイーンを展開していきます。この手の配置って結構真ん中にタウンホールあることが多いんですけど、この配置はね、この金庫で囲ってたまになんかこれも流行ってますよね、ちょくちょく。こういうシューターのタウンホール取りをしてるんですかね、バルーンでタウンホールを起動させてシューターを刺すみたいな。
これ相当強いルートっすね。マルチアーチャーターンも投石も取りつつ、タウンホールの方にね、中のユニットとかが触ってくれるってことでしょ。これワンチャンバルーンで起動しなくてもいいかもしんないね。この時間使うなら3時。勝手にターン起動しそうだよね、破壊率で。このルートライダールートも細い面で取れてるし、すごいいいですね。コマくんはここはヒーリングトームではなくレイジジェム型で回してるみたいですね。結構人それぞれだよね。ガクとかもルートライダーレイジ型でやってたかな。ここも大工の方とか打ちつつ、おお一瞬テスラがルート打ったのかと思った。この後でもテスラ打つね。結局タウンホール起動したけどタウンホール打てないっていうこのシューター。うん、じゃあなおさらやんなくてよかったかなっていうところ。ウォールブレーカーとか適当に裏から投げつつ、まあ残ったのは、金庫系のね、処理をしていただくためのゴブリンが残っていって、ルートライダーがタウンホールの前にね、穴開けてくれたんでね、ここはクロークでかっさらいつつ、わー、ロイヤルチャンピオンが走ってきた。なんかタウンポイズン駆け抜けてきましたね。タウンポイズン食らう前に駆け抜けていった。えらい。いや、回収力高っ。上がってないけどヘイスト薬使ってみようかな。一桁だけど使える？さすがに一桁のね、ロイヤルチャンピオン使う気になれなくて、今これ僕のアタックなんですけど、ブーメランとホグ使ってますね。うん、動画映えのためだけにホグの方はね、レベルカンストまで上げました。レベル途中なんか上がり幅とか考えてね、本当は効率とか考えた方がいいんでしょうけど、カンストまでさせた方がね、カンストのサムネが作りやすいので。さあ、あとはもうタンクヒーやって投下弊社型、まあ自分のレジェンドリーグのね、アタック流した時も同じようなやり方をいつもしてるんですけど、タンホールをクイヒーで取りつつホーミングチェック。うん、ホーミングないねと。でこの援軍で、ああなるほど釣れるんだっていうことで、ポイズン打ちつつホグを展開して、残り多分アイゴレでしょうということでね、追加で釣りに行きます。まあアイゴレからラバかなと思ったところ、相手の配置の傾向的に結構ラバが、あ、じゃない、アイゴレが入ってることが多そうということで、ホグ追加していき、またレイジ出して、こっちの方はね、ガーゴイルで解除がねできるバックやりタンクがあったので、ここは解除していきつつ、キングトーカー置いてルートライダーレッツゴーですね。まあ、やや3時側もケアしつつって感じです。キングの方がね、クイーンに打たれつつ戻ってフィスト打って、ここギリギリ入るトームを打ったので、ジャイアントガントレット中のキングが無敵でうろちょろしていきます。素晴らしい。で投下弊社キングの方のためのね、ウォールブレーカーも下に入れていくことで、まあ、ペッカもせっかく2体いるんでね、この辺もっと活躍してもらいましょう。壁中入ってもらって、そのためのねガーゴイルカットですからね。でクイーンの方もしっかりクイーンね、HP コントロールしつつ、ウォールブレーカー入れてあげて、終点のとこも触れるようになっていきます。フリーズ使いつつ、まあ残り10ももう1枚フリーズあるんでって感じですね。ウォールブレーカーしっかりクイーンのためにね、穴が開いたところ、どうやら良くないフローズンアロのフリーズでね、バレてないかと思いましたが、一発目のフリーズとちょっとずらして打っちゃったので、二発目のフリーズね、マルチアーチャーターは外れてます。うん。あ、やべやべとか思いながら。よくないですね。こういうね、小さいミスプレーでね、競った展開だと、前回取りこぼしちゃうこともあるんでね。さあ、ホグロイちゃん、ホグブーメランロイちゃんで、最後の一押しをしていきつつ、まあ、ぶっちゃけこういう状況は何をギアで入れてても全開になったかなっていうところではあるんですけど、まあ、僕は結構ホグを評価して、再三言ってますね。さあ、クラウスもクイヒーのルートライダーですね。突撃艦をとりあえずセットしてというところ、6時クイヒーから始まって、上の方シューターに切り替わりましたね。シューター確かにぶっ刺さるような形になっていて、懸念点はキングの処理って感じですかね。まあこれなんかユニットとかキングとか当ててくのかな。そしたらベビードラサイドカット、ホーミングチェックからのクイヒーをスタートしていきます。うん、結構ね、広い面で見ていく必要がありますね。シューターが大丈夫かどうかみたいなね、安否確認とクイヒーと、クランジョがなんかすごい斜めってるので、左サイドにバルーンが援軍を釣りました。どっかな、左サイドにあんだけベビドラバカ伸びすぎじゃね？この辺に出したベビドラこんなに伸びてるんだけど。
さあ1枚目2枚目とクイーンがどっちもどっちに行ってもいい体勢を取るようなウォールブレーカーですね。左も右もどっち流れても全然いいですよと。こういうのはね結構スタドラが好きでしたね。こういうもうどっち行ってもいい食い火始めて流れた方で対応するみたいな食い火、もうだから実質食い火がどっち行ってもプラン通りになるっていう、それるっていう概念がなくなるみたいなね。で多分ここはもうルートね整備する自分で決めたんでしょうね。左側から切っていって防衛施設を切ることで右側にゴリ押し誘導して進めてあげようというようなね、ルートライダー展開かなと思います。うん、しっかりここモノリスのターゲット早いですね、見えてます。インビジブルレイジでかわしていきつつここもう一回入っていきますが、うん、ボールブレーカー入れた方向と反対の方、まあルートライダーがそれたんでこっちで全然いいでしょう。そこつくなら相当強いね。モノリスも触りつつ反対のマルチ IT も取れるような状況、まあ、クロークは当然打っていきつつ、あとフリーズが3枚ありますね。タウンホールの方はなんかキングが割り込んで入ってきたので、まあキング以外のユニットも、おお、トム残した。クイーン召してもよかったかなとは思うんですけど、ここ、ロイヤルチャンピオンの方にシフトですね。まあ、延命してもよかったかなの理由が、呪文が余ってるからですね。ロイちゃんの方は、レイジフリーズとかは、クイーンに打ったとしても結局フリーズインビジブル1枚ずつぐらいはロイちゃん避けるんで、だったらクイーン延命する価値があるかなっていう。まあ当然ねこういう形でも最終的には全開になるんで特にあれなんですけど、さあルートライダー貫通していっての全開です。まあレイジジェム型だとヘイスト薬どうなんだろう、威力自体も上がるから、まあ、コンボで強いかもしんない。さあニャロメクイヒーラバレ、クイーラバまだやってんだ。あんま見ないもんね、でも今。環境的にも。クイヒーするならもうルータライダーで合わせるのはいいんですよ、みたいな感じの環境なんで。ヘイスト1枚使うのもバカらしいよね、もはや。ラバルパートにヘイストを使わなきゃいけないけど。まあでもどっちにしろクイヒールートライダーも基本レイジが余ってレイジをルートライダーパートに打てる、あれではあるんですけど。イーグル砲を軽く拾って、オールブレッカーはつける。ないですねここもね。で流れた大砲の方ベビードラ対空砲触った瞬間に投げるとかかなと思ったけど、うん、あキングなんだ。キュータールートがめっちゃいいなこれ。ホグも使ってまあテスラチェックを投げたらちょっとリックスケルトン出たんでシューター見えてるかな、シューター見えてるかな、見えてないと思う。ちょっとここはダメージが入ります。インビジブルからのホーミング、ちょっとクイーンが嫌な角度で入り込んじゃいましたね。ホーミングチェックバルーンは奥のところまで拾いつつ、投石まではなんとかシューター突破してくれて、その長弾大砲痛いな。長弾大砲って地味に痛いよね。インビジブル使いますがちょっとこれも外れていく。フリーズで対応、レイジまで打って、まあ、クロークをなんとか保ちたいような流れですかね。シューターの燃焼ダメージで12時のロイちゃんは相当ダメージが入ったところ、6時はキングでしっかり潰すことができました。ウォールブレーカー1枚目2枚目と、うん、これはいいルートですね。もう対空砲がなくなっているのでラバハウンドはプカプカするだけというような状況、まあ、レイジフリーズまでクイーンを打つあれするかどうかですけど、クイーンを殺すかレイジフリーズを温存するかみたいな感じになってきましたね。こういう時にヘイストじゃなくてフリーズとかだと延命しやすいよね。まあラバルの弱いところでもあり、こうしてヘイスト1枚で機能する強いところでもあるというね、両面性があるところかなと思いますが、まあ、クイヒーもねだいぶ良かったんだけど落ちちゃってというところで、ロイヤルチャンピオンの方はブーメランポイッとしていきつつ、バルーンも手持ちに7体残っていって、まあ、クイヒールートが非常に良かったですね。まあ、12時何か投げたいかな、2ゴブあたりを。さあユニットは集まっていっての前回ガーソス。さあヨッチさん61天才のラバル編成、ヨッチさんもねちょっと忙しい中ありがとうございます。うん、拡張ウォールブレーカー、キングをロイちゃん区画に入れてタウンホールはクイーンで担当するようなやり方で進めていくようなイメージですかね。第1クロスのターゲットが、まあ、キングに入ったらあれだったんだけど、
うん、しっかり取れてるね。さあ、ロイヤルチャンピオン、ここはディギー採用ということで、キングとぶち当たっていく。で、このままクロスボウの方にロイヤルチャンピオンも一緒に進みつつ、援軍の方が、おぉ、スーパーガーゴイル出てきた。なんか、欲張りセットみたいな援軍出てきたな。うん、おぉ。ボックスとかついてたらね、このインビジブル結構積極的に打ってもよかったかなってところですが、落としきれるか。あー、ナイス！これ折れたの相当でかい。ポイズンしっかり封殺して、ボマーからスタートしていきます。ホーミングチェックのバルもきっちり刺さっていきつつ。さあ、これガーゴイル誰よ？ベビードラ。うん、ガーゴイルじゃないや。ストライカー誰よというところ。うん、ボマーが下げられちゃった。ダバストライカー一気のトーム。ここはくるくるトルネード回されていきますが、トーム中にこのヘイス、赤バックとかね、黒バック相当回収できましたね。12時の方も。てか今の環境、ソラスケ相当珍しいな。こんなにルートライダー流行ってんのに。まあ、ライドラなんすかね、対応は。ポイズンタワー強いね。ポイズンタワー強いのと、ウォーデンがライフオーラね。HP 増加がないっていうところで、まあ、ヒーリングトームの弱点でその辺があるんだけど、まあ、バルーンの新レベルが普通に HP 高くて、成り立っちゃってますね。9時の対空砲が残ってて、ソラスケまだ生きてたんだ。頑張ってはいたようですが、ボマーから出てきたライダーとかも残りつつの前回ガーサス。うん、強いね。ナイス前回。さあ、リュウタ君、71天才のルートライダー編成とスーパーバーバリアンですね。バルキリーも3体だけいるような感じです。天才は超団体砲とレイジタワー、投石、対地クロスかなのところを追っていきました。なるほど。アイゴレ発進からのルートライダー、ストライカーとかいろんなものぶん投げ編成ですね。まあ、超団体砲とかあの辺のターゲットを取りつつフリーズかけることで、まあ塊なんでね、この辺のユニットたちがダメージを受けないような形を取りつつ、突撃艦でタウンホールをケア、ストライカーでモノリスを、ストライカーじゃない、スケルトンでモノリスをケアというやり方で進んでいきますが、ちょっとまっすぐ進んでくれてなかったので、まあよかったよかった、クイーンが触ってくれた、タウンホールが届いた、しっかりタウンホールの方は突撃艦で落とすことができています。残ったね、ここのスーパーバーバリアンとかしっかり的確に打ちつつ、ロイヤルチャンピオンがモノリス触れるような状況、入ってくれてるフォックス消えていく。フォックス偉い。これ消えたの偉いね。タイチクロス捕まってたんで、あ、タイチスケルトン捕まってたんですけどね。で、キングの方も頑張って、大きくなりながら、突入しています。で、流れたところをこうやってしっかり繋いでいくスーパーバーバリアン。ターゲットとも取ってね、ストライカーとかロイヤルチャンピオン活かしつつ、この辺はもう、あれだね、あれと一緒。おー、ヘイスト薬だ、ロイヤルチャンピオンは。早い。めちゃくちゃ早い。駆け抜けていっての距離。まあでもね、この速さってさ、弱い防衛施設、ブーメランで壊せる4施設に打った場合は4個以上壊せないから、結局ブーメランの方が強かったりするのよ。なかなか難しいよね。だからヘイスト薬の対象って多分ね、ブーメランで壊せないところに打たなきゃ進化が問われないんだよね。やばい名前ですが、これは森尾さんですね。森尾さんがサブアカなので、ちょっとヒーローレベルが若干低いというね、V ヒールドライダー編成のリターン型ですね。あー、なるほど。あれかもね、森尾さんなんかスーパーなんだっけ、あいつボーラーとかでも結構こういうリターン型のクヒよくやってたから、この感覚で合流とかもするかもしんないですね。なんかそういうなんか独自の形をまた練習してるかもしんないですね。スーパー、また忘れた、スーパーボーラー編成のルートライダー版みたいな感じで、エレクトロタイタンとかとね、一緒で、こう、クイヒーだけじゃなくて合流する可能性もなくはないって感じなんだけど、これはどっちかっていうと、シューターのためだけのリターンっぽいので、まあ、普通に別動体かなと思いますが、クイーンのコントロールは、これ反対いってしまいましたね。
まあ、言ったけどそんなに悪くはなさそう。ウォールブレーカー開けるそこ。開けたいね、そっち行っちゃったなら。開けても良さそう。モノリスを処理するのがちょっとめんどくさいけど。まあ、スケルトンでごまかすしかないよね、あれは。おー、なんかまた、おもろいことしてる。キング一緒に進めていくみたいですね。ルートライダーとキングは合流をしていきまして、援軍処理のところも当然ポイズンレイジ。広がってトーム打つなら一旦ここかな。打たないなら貯めたいって感じ。さあ、ここは一旦貯めていきつつ、フィストまで使っていって、うん、外周部切ってどんどん内側進めていきたいですね。まあ、タウンホールも結構距離も遠いので、食い火で取ることもできた、できなくなっちゃってるので、まあ、ある程度タウンホール近くになってからレイジトームをルートライダーパートで打ちたいって感じですね。いいレイジトーム。まあ、クイーンの方でタウンホールを取るのは結構厳しそうということで、ここまで残していきつつ、まあ、手元に残ったバルーンとかはね、タウンホール裏の施設にぶん投げたいですね、これは。シューターも偉いな。あー、ルートライダーでできた。いや、いいルートライダーとか使うんだよ。バルキリーからのバルーン4体を裏にも裂きつつ、まあ、当然タウンポイズン浴びながらなので、この辺結構火力がね、厳しいところであったんですけど、フリーズ3枚残りつつのナイス全開。ヒーローレベルがね、低くてもしっかり取れますね。はい、というわけでね、終わりまして43対38ということで、まあ、前回ですね、13本いいスタートなんじゃないかなと思います。まあ、先月ね、2月シーズンが対戦自体が、5日間かな。っていう形だったのと、まあ、相手がタウンホール16じゃないクランが2つもあったので、実質ね、攻撃できたのが3回分ぐらいしかなかったので、まあ、2月のね、トップの方はお預けしてて、2月、3月、トータルでのね、まあ、10アタックでダネだから、トータルで1位の人を決めようっていうような形にしておりますので、まあ、今月だけの成績じゃなくて、先月のね、成績のトップの方と、まあ、今月も争っていただこうかなと思います、トータルで。大会に関してはね、独立で3月で切ろうかなと思う。はい。というわけでね、まあ、3月シーズン始まりまして、環境的にもね、ヒーローギアが新しくどんどん登場とか、いろんなね、防衛施設のレベルが上がってとかね、変わった。先月とはまたちょっと変わったね、クランリーグになるかなと思います。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。また次の動画でしましょう。